はい、こんにちは、翔一です。僕は、ラジオ系 YouTuber。違うか。ただの趣味で、好きな旅についてのお話をしたいと思います。まあ、旅といっても、まあ、こういう今ご時世できないんですけども、まあ、今、こういう時だからこそ、写真や動画、今までの旅の動画写真を振り返っています。まあ僕は、約7年間東南アジアに住んでいました。で、2018年4月に帰国し、で、2018年6月、まあロシアワールドカップから妻と一緒に約1年、1年、まあ1年行ってないんですけどね。ロシアから、ヨーロッパでちょっと アフリカで、その後北米、南米、アジアの旅をしてきました。その中で、まあ僕の趣味、サッカー、世界のサッカーというところで、旅先でサッカーをたくさん、結構行った先々でサッカーの試合観戦、または、まあし、まあ、毎日試合はないので、訪れた街のサッカークラブのスタジアムなどに行ってきました。その中で、まあ、やはりなかなか日本で入手することができないサッカー情報も、まあ、今この時代、Google、まあ、インターネットを通じて、試合情報などを入手し、現地観戦をしてきました。まあ、そこで、まあ、なかなか試合情報、まあ、全てのね、国の試合情報を入手するのはどうやってやっていたのかとか、試合の日時はどうやって調べたのかっていうところを、旅、どうやって試合、その国のリーグの試合や情報を入手したかっていうことを、今回はちょっとお話ししたいなと思います。言っても、まあ別に 特段難しいことをやったわけじゃなくて、まあインターネット、まあ今だったらね、我らが Google さんのおかげで、まあどういうことって聞かれるかと思うんですけども、まあ Google で国名とサッカーでやると情報が出てくる。まあ、僕が行った国は、まあ、世界の他の国はちょっと分かんないけど、まあ行った国でも、ただ、まあ、いわゆるマイナーと言われる国のサッカーとかも、まあ大体出てきたんで、多くの国は出てくるんじゃないかなと思います。ってことで、今回やり方を説明していきます。まあ、まずは、まあ、Google を開いて国サッカーっていう、例えばですけど、リトアニアサッカーってやれば、その国のサッカーが出てきて、例えば、リトアニアだったら A リーグですかね。だったのかな？出てくるんで、その中で A リーグで検索すると、まあ、試合、A リーグか。A リーガーですね。で、出てくるんで、その中から、したら、まあ、対戦、まあ、対戦カードですね。日時、時間。これ確か現地時間ですね。出てきます。あ、現地で調べてるからだと思うんですけども。で、その、対戦カードのチーム名。で、さらに、まあ、データとか、順位表とか出てくるんですよね。まあ、試合とか、それもまあ、日本語で出てきますかね、カタカナ。まあ、で、多分翻訳できないものはそのままローマ字、その国の言語で出てくると思うんですけども。で、プラス、競技場。で、ところで出てくるんで、そこが、まあ、試合会場になります。で、まあ、で、そのやつをそのまま、Google マップで検索すると、サッカー場の場所も分かったりとかして、ね、そこから経路でやると。大体の国が、
公共交通機関とか、まあまたあとは行き方、距離とか時間が分かっていけるんで、それでまま行けばいいのかなと思います。まあ、ただ、まあ調べると、まあチーム名じゃない、まあ有名、まあその国の競合クラブのロゴとか出てきたりとか、チケット情報はどうなのかっていうところで、まあホームページ、そこから進んでいくとホームページでチケットとかでも分かんない場合も、まあそのね、我々が言語を使えるわけじゃないので読めない言葉もあるんですけども、大体サッカーの試合とか相場とかね、チケットとかかじゃ分かるんで、うん、またはね、そうやってなかなかね、旅先でサッカー見に行く人そんなにいないのかもしれないんですけども、よかったらね、その国のサッカーを見てみてはいかがでしょうか。まあ、いわゆる西ヨーロッパ、フランス、スペインとか、フランスとかイタリアとかドイツっていうのはね、ちゃんとしっかりホームページもやったりとか、英語でオンラインでチケット買えたりするんで、そういうのも、それで英語もあるんでね、分かりやすいと思うんですけど、それ以外の国、まあ東欧とか、例えばまあアジアとかもそうですし、例えばね、南米もそうかと思うんですけども、まあ英語以外のやつがここになってきたりとかもするんで、うん、皆さんよかったら調べてみてください。まあ、Google マップがあればね、行き方を例えば宿泊してる宿の人たちに聞くと、まあ知っていたりとか、だいたいね、我々の、ね、観光客、観光、まあ、外国の人は観光で行くって言ったら、だいたいね、首都とか大きな都市に行くと思うんで、たらね、まあその大体、そしたらだいたい大きな町はサッカーの強豪のクラブがあるところなんで、で、スタジアムって言ったらね、その町のシンボルにあるところが多いので、大体の人が行き方を知っています。その中でまあ、バスとか電車、またはまあ立地終わったら歩いて行けたりとかしると思うんで、ぜひぜひ観光がてら行ってみるのもいいのかなと思います。はい、こんなところで今回は、世界のサッカーの試合の調べ方のテクニックについてお話しいたしました。それではまたねー。